ローレン・ワイズバーガーはアメリカ合衆国の小説家で特に彼女が防具師の編集長アナ、ウィンターの助手を務めた経験を踏まえたモデル小説、プラダを着た悪魔が2003年のベストセラーとなったことで知られる。ワイズバーガーはペンシルベニア州スクラントンで教師の母と百貨店の社長から住宅ローンブローカーに転じた父親の間に生まれた。一家はユダヤ人であり、 ワイズバーガーは、最初は、ユダヤ教保守派、ついで改革派の環境の中で育った。幼い頃には、スクラントン近郊の小さな町クラークスサミットで育った。11歳の時、両親が離婚し、彼女は妹棚と共に母親に引き取られて、同州のリーハイバレー地方にあるアレンタウンに移り住んだ。アレンタウンに近いサウスホワイトホール区のパーランド高等学校では、 校内外のスポーツ活動や課外活動など様々な組織に属する。ニューヨーク州伊坂のコーネル大学で英語を専攻し、ソロリティのアルファイプシロンファイに加わり、1999年に卒業した。卒業後、バックパッカーとなり、ヨーロッパ、イスラエル、エジプト、ヨルダン、インド、タイ王国、香港を旅行した。帰国した彼女はマンハッタンへ移り住み、 ウィンターの助手として、防具師に採用された。そこで10ヶ月間働き、特集編集者のリチャード・ストーリーと共に同志を退職した。ワイズ・バーガーは、同志では自分が場違いなように感じていたと述べていたが、編集主任、ローリー・ジョーンズは、後に、彼女は完全に幸せそうだったし、愛らしい女性だったわと語った。ワイズ・バーガーは、ストーリーと共に、 アメリカンエキスプレスが発行する旅行雑誌デパーチャーズで働き始め、彼女は100単語のレビューを書き、副編集長となった。2004年にはプレイボーイ氏にも署名記事を寄稿した。彼女がボスであるリチャード・ストーリーに改めて文章術を学ぶ講座に通ってみようかと思うと話したところ、彼は友人の作家チャールズ・サルズバーグに彼女を紹介した。 そこで彼女は、防具での経験について、小説を書き始め、2週間ごとに15ページを書くという、目標を守りながら書き上げた。出版エージェントから、再三の督促を受け、ようやく彼女は作品を仕上げて、原稿を見せたが、それから2週間もしないうちに、原稿は売れた。2003年、ワイズバーガーの最初の著書、プラが起きた悪魔が出版され、同書は、 ニューヨークタイムズがみのベストセラーリストに6ヶ月間も踏みとどまった。この作品は半ば架空のものとはいえ、マンハッタンのエリートたちに極めて辛辣な批評的な眼差しを向けている。パブリッシャーズ・ウィークリー氏によると2006年7月にはプラダを着た悪魔はベストセラーとしてマス市場向けのソフトカバー本となっていた。同社の内容は ボーグにおけるワイズバーガーの経験に基づいている。登場人物のミランダプリーストリーは、アナ・ウィンターのいくつかの側面を表現したものと考える向きが多い。架空の出版社、イライアス・クラークは、コンデナスト・パブリケーションズをモデルにしたものとされている。この本は、人が初めて食に就く時に起こる、様々な側面に光を当てている。また、ファッションの世界における狂気メータ部分や、 仕事上の責任と私的な社交の間でバランスを取ろうとするときに生じる困難やプレッシャーにも光を当てている。また、ファッション界に対する面白い見解も盛り込まれている。同書は芝叩く間に成功したが、アナウィンター下で働いた経験のあるケイトベッツはニューヨークタイムズ市場でワイズバーガーと本書を批判し、ワイズバーガーとウィンターは 作中の架空の人物のそれぞれにそのまま当てはまり、アンドレアは彼女が放り込まれた環境のスノップな連中と同じようにまさしくスノップだったと述べた。ベッツはまた、作中におけるアンドレアの描写はカフェラテを買ってくる以上のことをしていないとも示唆している。その後、ワイズバーガーは続編となるプラが起きた悪魔リベンジを出版した。 映画この小説から映画化されたプラダを着た悪魔は2006年6月にメリルストリープとアンハサウェイの主演で20世紀フォックスから公開された。この映画は公開最初の週に2750万ドルドルを売り上げアメリカ合衆国内の売り上げは1億2500万ドル近くに達し世界全体では3億26万ドルとなって2006年夏の 最大級のヒット作となった。映画では小説とは異なる部分がいくつもある。例えば、アンドレアは原作ではブラウン大学出身であるが、映画ではノースウェスタン大学卒とされている。映画ではエミリーの健康が優れないことを理由に、ミランダがパリ行キエの同行をアンドレアに求める。原作ではより詳しい設定があり、エミリーは伝染性単核球症に罹患し、 ミランダに同行できなくなる。原作では、アンドレアの親友リリーが、アンドレアがパリを離れた主な理由とされていた。リリーは、アルコール依存症で、自動車事故に巻き込まれる。アンドレアは、ミランダと共に泊まるか、親友のもとに帰るか、決断を迫られる。映画では、こうした事情は描かれず、アンディとミランダが互いに敬意を持ちながら、相手を見るところで終わる。 また、ワイズバーガーは特に、ミランダが涙を見せるシーンについて、え、彼女が泣くのそれはないでしょ。と思ったと語っている。この映画に、ワイズバーガーは、双子の奪役で短い仮名を出演をしている。テレビ2006年10月、フォックステレビが、この作品のテレビ科権を取得し、2007年に連続テレビドラマとして制作される運びとなった。ワイズバーガーは、 これに合わせて、トゥールモンド EN パールや、ザ・トゥデーショーといったテレビのトーク番組に出演した。ワイズバーガーの2作目の小説、パーティープランナー、一流セレブの集め方は、ニューヨークの PR 業界におけるシレムを描いたもので、2005年秋に、刊行された。本作はあまりかんばしい評価を得られなかった。ニューヨークタイムズ紙のブックレビューは、本作を、間抜けでダサいと評した。 USA Today 紙は、制裁を書いたまがいものと表し、エンターテインメントウィークリー紙は、退屈な焼き直しとした。本作は、発売初週、ニューヨークタイムズ紙のベストセラーリストで10位に入ったが、2週間で、リストから落ち、売り上げは、期待外れに終わった。出版社のサイモンシュスターは、この小説に対し、ワイスバーガーに100万ドルを支払った。オーディオブックは、 女優、エリザ・ドゥシュクが朗読した。ヨーロッパの一部の国々では、この小説は、ゴシップグッチと題して出版された。3作目の、ハリー・ウィンストンを探しては、2008年5月27日に発表された。イギリスでは、2008年5月19日に発売になった。主人公のニューヨーカー3人、エミー、アドリアナ、リーは、 30歳を迎える恐怖に直面していた。恋人に捨てられたばかりのエミーは、根本的に自分を変え、世界中の大陸から男を見つけて、日遊びをすると誓う。美人のブラジル娘アドリアナは、それに応えて、自分の昔ながらのどこでも寝てしまい、父親のすねかじりを続ける生活を出して、目尻にシワが出始める前に、自分の指に、ハリー・ウィンストンの指輪をゲットするという。 完璧な生活を送っているリーはハッピーになりリラックスするために何をすればよいのかわからない。2008年9月、ユニバーサル映画が本作の映画家権を獲得したと発表した。同時に本作がフランス語、オランダ語、イタリア語に翻訳されることも合わせて発表された。ヨーロッパの一部の国々ではこの小説はシャネルシックと題して出版され、イタリア語版の題名は ウンアネロダティファニー &CEO とされた。フランスではセクサ・ティアマニープラスシオフィニテと題された。本作は批評形から国評され、エンターテインメントウィークリー氏は2008年最低の本と評した。ラストナイトアットシャトーマルモンは2010年8月に発表された。本作は2010年9月5日。 ニューヨークタイムズがみのベストセラーリストで9位に入った。プラダを着た悪魔リベンジは、プラダを着た悪魔の続編として2013年6月4日に発表された。本作は発売初週、ニューヨークタイムズがみのベストセラーリストで3位に入った。ザシングルスゲームは2016年に刊行された。ウェンライフ・ギブス・ユール・ルーレモンズは、プラダを着た 悪魔の二本目の続編として2018年に発表された。本作は登場人物の一人で映画ではエミリー・ブラントが演じたミランダ・プリー・ストリーの助手エミリー・チャールトンのその後を描いたものである。表題にあるドル,ルレモンはヨガなどの運動用だが機能ウ,ウェアを扱うアメリカ合衆国のブランドである。イギリスではザ・ワイブスと題されて発表された。アンソロジー アメリカンガールズ・アバウト・タウンに収められた短編小説ザ・バンブー・コンフェッションズはニューヨークのバックパッカーが世界中をめぐり故郷でのマナー溢れる生活を異なる視点から眺める話である。ワイズ・バーガーは夫と二人の子供たちカイ・ヌステラと共にニューヨークに住んでいる。ありがとうございます。